アントニーノ・ガンドルフォは、イタリアの画家である、シチリア島のカターニアで生まれた。叔父のジュゼッペ・ガンドルフォは、19世紀前半の最も有名なシチリア島出身の肖像画家で、別の叔父のフランチェスコ・ガンドルフォは、フィレンチェ、パリで医学を学び、当時のイタリアの有名な人物と友人になった人物である。いとこに作曲家として知られる、アントニーノ・ガンダルフォ・ブロンクレオネもいる。 シチリアで、おじのジュゼッペ・ガンドルフォから学んだが、おじは1855年に亡くなった。1860年にフィレンツェに移り、フィレンツェの美術学校のステファノウッシに学んだ。1861年にはカターニアに戻った。十分な資産を相続し、カターニアの工芸学校で美術を教えながら、風俗画や肖像画を描いた。ガンドルフォの教えた画家には、 アレッサンドロ・アバーテがいる。カターニャで活動したリアリズムの文学者たち、マリオ・ラピサルディ、ジョバン・ニベルが、ルイジ・カプアーナラと交流した。1907年に、シチリアで開かれた産業展に出展した各評価され国王、ビットリオ・エマヌエーレ3世に作品を買い上げられた。1910年に、心臓麻痺で死去した。ありがとうございます。